今日のセカンドチュートは、皆さん恋ダンスの PV 見たことありますでしょうか。あの星野源さんが歌っている恋ダンス、あれですね、逃げ恥の、多分ね、みんな見たことあると思うんですけども、その PV の中のどのシーンだっけな、ね、確かね、まず歌せればさ、てーてててれれれてーてれれ、ま、街がくれたら色めきのとこで星野源さんが、わかんないですよ、僕もわかんないんですけど、なんか本を開いてるじゃないですか、光る、あれって何だと思いますかっていう研究を進めた結果、僕はようやく正体をつかめまして、今回それを買いました。こちらに入ってます。いや、純粋に気になったから買っただけだよ、本当に純粋に気になったから買っただけ。これか、これらしいですよ、これです。なんか思ったより小さいですね、これ、これらしいよ、これなのかな、わかんないけど、本、本なんだよね、一応本なんだけども、これはどうすればいいの。うわうわ、眩しい、うわ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 、こういうことか。トゥトゥトゥルルルルトゥトゥトゥルルってこうなってるわけですよ。でもあんなパラパラ鳴ってたっけ。いい色めきー、おぉいい色めきー、おぉ、なるほどね、すごいなこれ。なんかこれ本の形をした間接照明の一つらしいです。パッと見普通に本なんですけど、開いたらこういう、こういう状態になってるらしいですよ。すごい、普通にこれかっけえな。値段なんと多分2万円超えてた気がします。クソ高え。あ、すごい、でもかっこいい、え、マジでかっこいいな、すごい。というわけで、恋ダンスでも踊りますか。以上、こんな感じでした。バイバイ。